はいそれでは本日は二級建築施工管理技師の学科試験令和元年後期一時問11番建築学構造用工材および問12番の建具の性能について解説をしていきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありません、ね、そちらからもご覧くださいえ今回の問題の答えは4番が答えとなりますス日本工業規格現日本産業規格に規定する構造用工材に関する記述として最も適度なものはどれかという問題になります 結果から言うとこちらの問題非常に難しい問題なのでもし分からなければ正直パスをしてもいい問題なのかなと思いますでは1番に入っていきたいと思います建築構造用圧縁鉱材は SN 剤と呼ばれ性能により A 種 B 種 C 種に分類されるこちらの問題は正解になりますこの建築構造用圧縁鉱材というものはですね Steel New Structure という意味になりますこちらこう 新しい構造という形でええ a l ニューストラクチャーという形になっているんですけどもこの新しいという言葉なんですけどもこれがなぜ建築と結びついているのかというとですねそもそも4番に出てくる SS 材というものがありますええ a l ストラクチャー一般構造用圧線鋼材というものがあるんですけどもそれに代わる新しいものという意味でこの建築構造用圧線鋼材という名前になったらしいですねなのでこのニューというものは一般的なものに建築が加わったと思っていただければいいです なのでこのスティールニューストラクチャーはまあこのような名前で呼ばれているんですけどもその性能なんですがこの SN490 b と例えばで書かせていただいているんですけども SN というのはまあこの鉱材の種類の名前ですねそして490というものは引っ張り強さの数値最低限保証されている強度のことですそして B というものはこちらが言われている溶接のしやすさを表しておりますこちら A から C まであって C が一番溶接しやすいという形になっております なので今回の問題なんですが SN 材と呼ばれこの性能により A 種 B 種 C 種に分類されているというものはこちらに該当いたしますので1番に関しては正解になります続いて2番溶接構造用圧線鋼材は SM 材と呼ばれ溶接性に優れた鋼材であるこちらの問題も正解になりますこちら溶接構造用圧線鋼材この SM 材なんですけどもスティールマリンという意味になります まあ、マリンはこの海のとかいう意味があるんですけども、えー、この港の、まあ、海海の、まあ、船舶の港と言われたりするんですけどもこれ全く溶接と関係なくなってますなぜ溶接と関係ないのにこのような名前になっているのかというと昔ですね第二次世界大戦中に、えー、アメリカではその溶接構造の船が急速に普及していたことからその名残でマリンという溶マリンが溶接という意味でこの鉱材の名前になっているらしいという形になっておりますなのでこちら溶接と このマリンという言葉全然非常に関係ないんですけどもこのような、えー、歴史第二次世界大戦中の,その急速に普及した溶接構造線のことから、えー、来ているのでこの、えー、溶接という意味はこの、えー、マリンという意味なので SM 材の M マリンに該当してきますよって、えー、溶接性に優れた鋼材であるというものになりますのでこの2番に関してもかなり難しいんですけども覚えていただければと思います2番に関しては正解です続いて3番 建築構造用炭素鋼交換は STKN 材と呼ばれ素材材質を SN 材と同等にした円形交換であるこちらの問題は正解になりますこちら建築構造用炭素鋼交換なんですけどもこの建築とついている時点でこの一番最後の N の部分なんですけどもニューストラクチャー建築構造一番出会ったものになりますそして STK なんですけどもスティールチューブ構造、まあ、この K に関しては構造という日本語になっているので、まあ、正直わけわからない状態にはなっております STL チューブ構造ニューストラクチャーで STKN と呼ばれています。この、S えー、材質 SN 材というものは、まあ、1番でやった STL、えー、ニューストラクチャーのことですね。こちらと同等の円形の形をしたということになります。このチューブというものがこれは円形ですよという意味になっております。なので1番の問題を見ていると、右上を見ていただくとこのような、えー、A, の A というか、まあ、H 型項とか I 型項のような形なんですけども、えー、この3番に関してはこのような缶、缶のようなまあ 材料円型の交換であるという形になります。なのでここが円形の形であることから、この建築構造用炭素鋼交換に関しては、STKN 材と呼ばれますので、こちらも覚えていただければと思います。あとは補足としてなんですけども、STKR 材というものもあります。STK までは一緒なんですけども、R、これは、えー、レ,レキテンギュラーという直角という意味になります。なのでこのような四角のです、ね、ものが、この STKR 材という形になりますので、こちらも補足として覚えていただければと思います。 3番に関しては正解です。続いて4番。一般構造用圧縁鋼材は SSC 材と呼ばれ、一般的に使用される鋼材である。こちらの問題は不正解になります。このえ一般構造用圧縁鋼材というものは SS 材と呼ばれてですね、最も一般的な鋼材のことを言います。Steel Structure という意味になりますね。なのでこのようなえ一,般え一般構造用圧縁鋼材は SS 材と呼ばれ、この SSC 材と呼ばれるものはですね、 一般構造用軽量傾向、スティールストラクチャーコールドフォーミングという形で SSC と呼ばれております。この軽量の光景のものを霊感加工して作られることから、このコールドフォーミングの SSC の C の部分が出てきたという形にな,るようになっております。まあ、右に書かせていただいております、このような軽量光景に関しては、この霊感加工、コールドフォーミングによって作られることになっておりますので、こちらも覚えていただければと思います。4番に関しては不正解です。 以上のことから、今回は4番が答えとなります。続いてえ問い12番に入っていきたいと思います。実日本工業規格現日本産業規格にのに規定する縦具の試験項目と測定項目の組み合わせとして、最も適当なものはどれかという問題になります。1番結露防止性試験ね。熱貫流率、こちらの問題が不正解になりますえ、結果から言うとこちら結露の運行を測定するものが正解という形になります。 この加熱室そして冷却室これをここでですね、まあ、温めた温度とそしてまあ冷たい温度ここの間に縦テ具を挟んでそしてまあ試験を行っていくという形になりますそしてこのような結露が出てきますのでこれで試験を行って結露の有無を測定するというものがこの結露防止性試験の特徴になりますのでこちらは熱貫流率ではなく結露の有無を測定する試験になりますのでこちらも覚えていただければと思います1番に関しては不正解です それでは2番、対風圧性試験、変異、たわみ。こちらの問題は正解になります。まあ、このようなですねえ、絵を描かせていただいたんですけども、この風圧力を加えることによって、ですね、この縦具がこの変異、このちょっと見にくいんですけどこのような変異が生じたり、あとはたわみですね、どれだけ曲がったりする。このような風圧力によって、どれだけの変異とか、たわみをまあ測定するものになるということになります。なので今回、対風圧性試験によって、縦具の変異、たわみを測定するというものは、こちらで、え こちらのの問問題題が正正解解といいう形ににななりりまますす続いて3番機密性試験通気量ここちちららもはですねこのような左に書かせていただいた絵なんですけども、まあ、送風機から風を送って縦具が真ん中にあってそこからどれぐらいまで風が、えー、通していくのかというものを、えーまあ、測定するものになりますなので通気量をこの機密性試験によってこの縦具の性能を判定していくという形になりますのでこの3番に関しても正解になります 続いて4番水密性試験漏水こちらの問題も正解になります。え、こちらなんですけども、こちら送風機で風を送って、そして土地のところから水が出てきております。水を噴水させて、そして縦具にこうバーと浴びせていくわけですね。それによって、水密性によってえー、精密性の試験によって縦具の漏水の有無を測定するというものはこちらの試験のことを言っておりますので、4番に関しては正解になります。以上のことから、今回は1番が答えとなります。